車中泊の旅、今回は、秋田県にある日本海に来ています。でね、ここで晩飯を釣って、美味しいご飯を、食べたいと思います。では、ね、釣っていきますよ。釣れました。イワシが3匹、ちょっとねちっちゃいんですけど、まあ刺身にして食べたいなーって感じです。まあ餌はこのナメイキ君、これね釣れるんすよ。サビキに、こうやってつけて、今はこういう状態で釣ってます。うまそう。まあまだまだ釣っていきますよ。夕日が綺麗ですね。途中経過こんな感じです。はい、このエビがなくなったら終わろうかな。結構釣れましたよ、こんな感じ。多分ね、ウグイとかもね釣れました。食べれるのか見てみよう。はい、今回釣れたのはこちら、アジとイワシだと思ってたらサバですね。こちらをパパッとさばいて、まあ焼き、アジはねちょっと食べれるとこ刺身にしていこうかなと思います。ではやっていきます。こんな感じ、結構釣れましたね。パッパ行きますよ。もちろんさばくのはこちら、いつもこちらでさばいてます。まあ海水と、これでパッパやっていきます。はい、さばきました。サバにアジにキッス、全部で何匹だろう。サバ 1,2,3,4,5,6,7,8、 アジが3、キス1匹ですね。こっちは塩焼きで、アジはまあ生魚で食べようかなと思ってます。キスもね塩焼きかな。じゃあこれをまた拭いて、まあ、焼いていこうかなと思います。はい、キッチンペーパーで一個一個ね魚の水分を取っていきます。こんな感じ。はい、サバを焼いていきます。いつものホットサンドメーカーで、アジもちょっと調理していきます。とキスかな、キスもねこのまま塩焼きにしようかな。オープン。うわ、うまそう。くっついてる。でも美味しそうです。と、こちらは、アジはこんな感じで、なめろうにしていってます。じゃーん。と、アジ。まあ、叩きっすね。で、キスは、これも焼こうかな。はい、釣りたてのサバ塩焼きと、アジのたたき、まあ、ちっちゃいアジなんでねこれぐらいしか取れなかったんですけど、カットバサミでうまく、やって、今度はこちらで、ね、ビールを飲みたいと思います。まあ、まだねキス1匹だけ焼いてます。これもね前塩焼きで食べたんですけど美味しかったんで、ほら美味しそう。まあ、もう一枚待とうかな。でここのテーブルなんですけど、コットの上にちょうどねこの高さにテーブルが来るんで、こんな感じで料理してます。でここを広げて寝るような感じですかね。まあ、クーラーボックスも、今回グレードアップさせて大きいのを持ってきました。皆さんもねもしコットとか車にまあこうやってできるようであれば、サイズ的にはこのテーブルとぴったりなんですよ。こんな感じで料理してます。はい、お疲れ様でした。今日釣ったサバとキス、サバは結構釣れたんですけど、日中というか夕方釣った時にちょっと、色が悪くなってたんで、海に返しました。まあ、色がいい後半に釣れたものと、キスは前もこういう感じで食べたんですけど美味しかったんで、これを、車中泊のあてにしようかと思います。あとねアジはこんな感じで細かく切って身だけ取ってっていうんですかね、やってます。もうカットバサミでね結構やっていくと慣れるんで、自分はまあこういう感じでいいかなと思ってます。まあ醤油は多めにかけて食べようかな。なんか帽子が気になる、ちょっと多めで。アジとかはちょっとねよく紙でいこうかなと思います。じゃあまずアジから。まあこれはねよく前も釣って食べてたんで、うん、アジです。プリプリ、なんかね食感がすごい、うん、たまにちょっとこう何皮の部分とか出るのも
まあ、車中泊なんで醍醐味ですよね。もう釣った魚をさばいて、まあ飲んで寝る。うん、まあアジはいつもこういう感じで食べてるんで、釣れたらですけど、美味しいですね。やっぱり骨とかはあの豆味なんで多少気にしないです。続きまして、キスからいってみようかな。これもね、前食べたことあるんで、だいたい味はざっくり覚えてます。うん、香ばしい。あのサンドメーカーでやったんですけど、サンドメーカーで十分こうふっくらできます。もうちょっと大きい魚だとね、多分もっといいかとは思うんですけど、うん、食べるとこ少ないって言ってもこんだけあれば十分ですかね。これが3匹とか4匹とかあれば自分は全然間に合うかなって感じです。でもやっぱこの自然のありがたみを感じますよね、こういうの食べれれば。うん、美味しい。さて問題の、イワシだと思ってたらサバだったっていう、これね、食中毒とかにもなんか新鮮じゃないとなっちゃうみたいなんで、もう生はやめようって思いました。味はどうなんでしょうか。あ、サバっすね。サバです。うん、なんかネットにも書いてあったんですけど、小さいサバは脂身が少ないんで、なんか脂系のものとやった方がいいよって書いてあったんですけど、まさにそんな感じですね。サバのあの臭みってか、あれがない、割とパサパサしたサバです。ちょっと味にも似てます。釣ってすぐの魚でだったら割かしあれかもしれないです。嫌いじゃないですね。ちょっとでも焼きすぎたんか硬いっす。でもやっぱそのちょっと食中毒とか不安だったんで、あのちょっとよく焼きにはしました。うん、まあ、まんまっていうか、まあ焼いた魚塩味って感じですかね。まあ酒のあてというより、まあ朝食に合いそうだなって感じですけど、まあこれもね、一夜干しとか天日干しで食べたら美味しいとは思うんですけど、ちょっとサバに関しては自分もそこまで知識がないんで、ちょっと不安なんで新鮮なものだけ、かつ、まあ、塩焼きで食べました。はい、まあこんな感じで、魚を釣って食べてみたんですけど、やっぱりね、どんどんやるにつれて、あの自分のスキルとかもこうアップしてって、どんどんこう皆さんも車中泊とかやるときは魚釣りを兼ねてやってほしいなっていうのと、釣れる魚が毎回違ったりするんで、それもちょっとね、釣りと車中泊はセットで面白いなと思います。まあネットでパッて見れば、危ないものとかいけるかいけないかとか書いてあるし、まあ大体焼けば大丈夫なん でアジに関しては、まあ、ほぼ叩けばアニサキスとか大丈夫なんで、全然いけるかなって感じです。まあね、こんな感じで、車中泊しながら魚釣りすごい面白いっすね。まあ、皆さんもこういうのを、やってみたいなって思ったら、ぜひね、自分の動画見てもらえればと思います。まあ、ちょっとやっぱり夜だと動画のあの本当ハサミでこうやって調理してる部分とかも、撮りたいんですけど、ちょっと見えづらいんで、いろいろやっていこうかなと思います。ぜひね、参考になったら、チャンネル登録といいねお願いします。ではおやすみなさい。